皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました京都府の綾部市の市長をしております山崎善也と申します。そして合わせて先ほど紹介いただきましたように全国水源の里連絡協議会の会長もお手伝っておるところでございます。今日は皆さん本当はお仕事で、お疲れの後にこの都会のど真ん中でですね、田舎暮らしといいますか限界集落あるいは里山というものに関心を持って駆けつけていただいたこと本当嬉しく思っております。皆さんの期待に応えられるような中身になればということを強く思うわけでございますけど、こういう機会を作っていただいたビーグッドカフェの岸田さんにも御礼申し上げたいと思います。私は今綾部の市長をやっておりますけども、実は5年前まではそこの大手町で銀行員を30年ほどやっておりました。その時の同僚が元に康介さんであったりですね、するわけなんですけども、その時ふと農協ビルで手にした本、趣味直樹さんのことはあまり知らなかったんですけども、ふと手にしたら我が郷土のですね作家ということで、すごい縁を感じました。今日そんなことでこの都会のど真ん中で、元同僚元谷さんあるいは趣味直樹さんとですねこういう機会を持てるということをとても嬉しく思っておるところでございます。時間も限りがありますので、最初に今日はメインは元谷さんであったり趣味さんでいいと思うんですけども、限界集落ちょっと触りの部分だけをお話しさせていただきたいというふうに思います。で、私は水源の里連絡協議会の会長と言いましたけども、水源の里というのは実は限界集落とイコールのネーミングでございます。ただ限界集落というともう夢も希望もない、もういかにもギリギリ限界という感じなものですから、水源の里というネーミングをつけてこの5年間6年間活動してきたわけでございますけれども、それが四季田ユビリクトカフェの四季田さんによるとこの限界っていう言葉がすごく都会の人にはですね刺激的でありなんかこうアドベンチャーのような意味合いがあるんだ、だからそれを前面に出した方がいいんだと、そういうような、皆さんにまたどう感じられるかは教えていただきたいというふうに思いますけども、そういう意味であえて水源の里ではなくて限界集落行き来宣言というタイトルを付けさせていただいたところでございます。定義だけ言っておきますと、限界集落というのは65歳以上の高齢の方が村の人口の半分以上を占めるを学術的な用語として使っております。したがってこのままいくと、村の存続といいますかね、が危惧される。そしてその前にその村の今まで自分たちでやってきたことを、あるいはその隣組でやってきたこと、いわゆる自助と共助、いわゆる集落の力、コミュニティの力がだんだんこう弱くなってきている、そういう過程にある村を、限界集落というふうに定義づける、そのようにご理解いただければというふうに思います。綾部だけでも最初に指定したところは5つ、それで数だけで今もう50あります。全国で今もう1万を超える。しかもこれが年々増えていって、あと7年後、10年後には2倍にも3倍にもなるんではないか。それぐらい少子高齢化、過疎化が全国的に進んでいる。それを共通の課題を持っているというのは、あやべだけではないんで、全国の自治体に声をかけたら、179、今のところ集まっていただいて、その協議会の会長として、いろんな PR 活動であるとか、対策を政府の方に要望する団体で、そういう位置づけで活動しているということを、まずお含みをいただければということで、ございます。この連絡全国水源の里連絡協議会、今年も9月の終わりに、高知県の大豊町でシンポジウムを行いました。これは私が真ん中で、立っているのが私で、皆さんから向かってその右側に見えるのが高知県の大豊町というところの岩崎さんという町長さんです。今日本当は来ていただく予定だったんですけども、ちょっと不幸があってということで急遽欠席になりました。
それでちょっとあの恐縮な左側に顔半分だけ切れてるのがですね、あれ実はあの今日和歌山県の田辺市の市長さんのマラボさん、今日駆けつけていただいているのはちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。同じく今日米原 の市長さんの平尾さんにも来ていただいておりますので、ちょっとご紹介させていただきます。本当にですね、私銀行員辞めて政治家になっても辛いことの方が多いんですけど、いいことはやっぱりこういう立派なですね、やっぱり市長さんとの出会いをこの世界この政権の里を通じて出会いがあったということで、ございます。それではそれでですね、まあ、綾部市から出たわけなんですけども、綾部の街中はこの辺りなんです。それで限界集落というのはこのちょっと東、もうここは福井県との県境なんで、ここに高浜とか大井の原発があるんですけど、この5つを最初に水源の里として、していたしました。この5つで、実験的に5年間いろんな取り組み、定住を促進したり、あるいは特産品を開発したり、あるいは都市と農村との交流を深めたり、あるいは基盤整備、ちゃんと光ファイバーをつけたり、携帯電話の不感知の解消とかする、5つの町を、集落を実験的にやって、これが、一定の評価があるという中で広めていったというような経緯がございます。実はすごい雪深くて、冬は2メーターぐらいの雪が降ります。こういったもう軒先まで火が差さないようなところもあります。こういうところで暮らしておられるという村もございます。で、基本的な理念はですね、もうこの一言に尽きるんですね。上流は下流を思い、下流は上流に感謝すると。水が流れていればですね、川上には当然のことながら森があります。で、そこには人が住んでます。で、そこできれいな水、汚さない水が川下の方に流れている。ただこれはきれいな水だけじゃなくて、やはりその人が住むことによって森が維持され、そこに保水機能があって、災害時にですね、できるだけ災害を防ぐという機能もありますし、そこで蓄えられた栄養分のある水がずっと海の方に行って、そこで漁業にも貢献する。いろんな意味においてですね、この上流は下流を思い、下流は上流に感謝すると、この理念がこの水源の里、ひいては森の守り人としてのその限界集落に住む人たちの生活をなんとか支援していかなければいけないという、そういう使命感で行っているということでございます。で、いくつかの例なんです。これは5つの集落の1つのおいとみというところで、いろいろ特産品を作ったり、あるいはここの場合は土地を使ったお餅を特産品に作られます。そしてここで作ったお餅をなんとか全国に販売するということで、皆さん封筒の中に入っていると思います。この綾部特別市民という、こういうのになっていただくと、会費を払うと毎年綾部 のこの集落で作られたお米とか、あるいは土地の餅とかお味噌とかふきとか、もうこういったようなものが皆さんのお手元に届く中で、物販の販売チャンネルも築いて、この人たちに一定の、リターンがあるというこういう制度にしております。今1800人を超えまして、今年は2000人を目指そうというふうに思っておりますけど、これが一つの大きなですね、住んでいる皆さんの励みにもなっているところでございますので、今日ご参加の中でもしご関心いただける方あれば、ぜひ申し込んでいただければと思います。絶対に損はしない、元が確実に取れる制度でございますので、その点強調させていただきます。ここも土地を使って小屋というと、これは5人のおばあちゃんと1人の男性、60歳の男性、85歳以上のおばあちゃんと60歳1人の女性で、この古い屋根と書いて小屋と言いますけども、ここで土地の実を作ったり、あとはボランティアで京都とか東京の学生さんが鹿のネットを張ったりですね、土地の実を一緒に拾ったりということで、都市と農村の交流というものも芽生えてまいりました。これは一市というところの集落ですけれども、ここはフキを生産地として、さらに山椒も使って佃煮にして、それを特産品としている。
でまた面白いことに、その吹きの区画を整理してオーナー制度にしてですね、都市の人もこのオーナーになることによって、種をまいたり、収穫に来たり、それによってこう交流が深まるという仕掛けも、この吹きのオーナー制度という形で実行されて、一定の成果を出しているというものでございます。で最後にですね、この水源の里のリーダーの酒井誠義さんという人をご紹介したいというふうに思います。この人がリーダーとなって、この水源の里でいろんな特産品を作ったり、あるいは定住促進をしたり、あるいは都市と農村との交流を広げてこられました。昨日もですね、国交省の方から表彰を受けるような、本当に今大臣賞を受けたら、5年間やられてきて本当に賞が今最近多いんですけど、最初は本当に村人にも反対されて、もうやっても自分たちの村は終わりやないかとかですね、もう自分たちの代でもうしまってしまっていいんだと、そういうような中を彼がそれで力強くですね、リーダーシップを発揮して、ここまで、来たということがございます。で最初の頃はいろいろ取材を受けたりしてもですね、十分なインタビューも満足にされなかったんですけど、だんだんやっぱりカメラ目線になってきたりですね、カメラが近づくと曲がってた腰がこうグッとこう伸びたりですね、もう今は本当にすっかりコメンテーターになっておられますけども、この人がやっぱりこういう言葉を言われました。長い人生、この方85歳なんですけども、人生の中でこうして頑張ってる今が一番幸せなんだということを言われます。サムエルさんの青春じゃないですけども、やっぱり今が自分が一番輝いてるんだと、こういうお話をしていただく中で、やっぱり我々も頑張っていかなければいけないな、そのように思っておるところでございます。このご集落だけでも5年間で11世帯28人がすでに定住されて、来られました。中にはもう40年ぶりに赤ちゃんが生まれた集落もあります。また中には高齢化率が実は 50% 以上が限界集落の定義なんですけど、実は 50% を切ってしまいましてですね、40% 台になったところもあります。そういったような全てが成功しているわけではないんですけども、こういった今の酒井さんの言葉がある限り、我々は一生懸命行政としても支えていきたいな、そういうのが限界集落の取り組みであります。で今日ビーグッドカフェの敷田さんはこのいったですね、幸せ感をなんか指数で、生き生き指数という、こう見える化をする中で、より人に広報なり PR ができないかなという取り組みをしていただいているわけであります。そしてまた移ってこられた人が、その半分農業しながら自分のクリエイティブな創作活動にされているという、ね、生き方は、しゅんさんの方からご紹介いただければと思いますし、今回、茂谷幸助さんの方が単にこう何ですかね、お情け頂戴ではなくて、こう戦略的にやっぱり里山をベースにした資本主義っていうのがですね、今までのマネー資本主義とは違う価値であるんだと、そういったお話も聞かせていただけると我々大変嬉しいなというふうに思っております。これだけの応援団が今日集まっていただいて、我々も本当に頑張っていけるっていう気持ちをさらに熱くしたところでございます。今日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。